クレシン先生たちの初登場シーン、吉永先生記念すべき1話の2つ目に放送された話、ママの朝は忙しいぞで初登場する。この話ではしんのすけから緑と下の名前で呼ばれている通園バスの付き添いでしんのすけを迎えに来ていたが、しんのすけは例によってバスに乗ることはできなかった。松坂で1話放送の3つ目の話を絵描きするぞで初登場。初登場時から吉永先生に対して謎のバラ組マウントを取っていた。しんのすけの解体を見て意外にもひまわり組の園児にしてはいい絵を描くと褒めるが、実はほとんど吉永先生の描いたものだった。園長先生任侠ひまわり組だぞで初登場。実は副園長先生より登場するのは後だったりする。でこれない吉永先生に代わってひまわり組の面倒を見る。しんのすけたちも園長と会うのは初めてで、しんのすけからは地上げ扱い、風間くんからは組長を呼びされる。顔は怖いけど入れ墨もしてないし、東京湾に人を沈めたこともないだし、上尾先生足を怪我して長らく幼稚園に行っていなかったしんのすけが久しぶりに幼稚園へ行く。久しぶりの幼稚園だとで初登場。怪我で入院している松坂先生に代わってバラ組の先生となる。初登場時は子供が大の苦手でしんのすけを見て机の下に隠れるほどだった。またしんのすけには眼鏡を取ると美人だと初対面で見抜かれ、園長もそれに同意していた。